今日はね、非常に暑い中、こんなにたくさん集まっていただきどうもありがとうございます。これからですね、機械システム工学科の学科の説明、概要ですけどね、それを10分ほど私の方から、説明させていただいた後、我らが学科のですね、若手のホープである郷延先生にですね、模擬講義をしていただきます。最初にですね、じゃあ私の方から早速学科の紹介をさせていただきます。最初にですね、歴史の話をします。皆さんご存知かもしれませんけども、ここ山形大学工学部の前身は米沢高等工業学校といって1910年に設立されました。で、機械学科ね、機械科というのが創立3年目の1913年に設置されているんです。つまり我々の学科は100年以上の歴史と伝統がある学科だということです。これはどういうことを意味するかというと、我々はですね、100年分の OB、OG がいるということです。日本のこの産業の発展を支えてきた、作り上げてきた、そういう OB、OG が100年分います。そして今現役の学生たちをそういった OB や OG の人たちが支えてくれてます。皆さんというか卒業生がね、卒業生が社会に出た後もですね、この OB のネットワークはきっと、有利にね、働くいいネットワークになるというふうに思っています。そういう意味で100年の歴史があるっていうのは結構大事なことなんですね。で、一方これがですね、現在の機械システム工学科です。定員140名ですね。工学部も650名。この工学部の650名っていうのは、大学としてはですね、結構規模が大きい、大学です。東北大学はもっと大きいですけれども、北海道大学の工学部なんかとほとんど変わらないですね。そのぐらい大きな規模を持った工学部なんです。そして140名の定員を持っている機械系の学科というのも非常に珍しいです。日本有数のですね、機械系学科といっても言い過ぎではないと思います。で、なぜ、規模が大事かということなんですが、これはですね、日本機械学会の部門を表した、リストなんですけれども、機械工学のですね、昔からある機械材料、材料力学、機械材料、流体工学、熱工学、あるいは機械力学といったね、昔からある、機械工学がカバーする分野だけでなく、今は計算力学とかバイオエンジニアリング、エネルギーシステム、環境工学、それからロボティクスメカトロニクスだとか宇宙工学、マイクロナノ工学、スポーツ工学やヒューマンダイナミクスっていったものも機械工学がカバーする分野になっているんですね。で、最近では異工学、このあたりも非常に重要な分野になっています。つまり機械工学がカバーする領域というのは非常に幅広いわけです。で、これを学生諸君にどうやって教育するか、人数がですね、教員の人数が少ない学科ではなかなか難しいですね。でも我々は学生の定員が多いということもあって、教員39名で、学生たちを教育しております。この人数もね、周りの学科とか見ていただけると分かると思いますけれども、他の大学ですね、かなり多いと思います。で、39人がいるっていうことは、39人それぞれが異なる専門分野を持っているということです。つまりそれだけ幅広い専門科目を我々はカバーしている。皆さんの知的好奇心に十分応えるだけのですね、それだけの人員を誇っていると言えると思います。ここに書いたのは一例ですけれども、バイオニクスとか MEMS っていうのは非常に小さい機械ですね。MEMS、素材構造デザイン、熱流体エネルギー、あるいはロボット、機構、バイオニクスといったですね、幅広い分野を我々カバーしています。
中でもロボットとかバイオニクス分野の教員の数が少し多くてですね、まあ、この分あたりが特に充実していると言っていいと思います。で、一方ですね、我々結構頑張っていて、まあ、自分で言うのもなんですけれども、特色のあるカリキュラムを組んでいます。で、例えば今言ったようにさまざまな専門分野を持った先生たちがいますので、ここに書いてあるようなですね、幅広い分野の専門科目を皆さんに教えることができます。それから2003年よりもジャビー認定というのを聞いたことありますかね。ジャビーというのは、我々の教育システムが国際的に活躍できるエンジニアをきちんと教育できますよという、お墨付きをですね、第三者機関からもらっているということです。こういうジャビーを取ったプログラムの卒業生は技術士になるための第一次試験が免除されます。ジャビーに認定されているかどうかというのもですね、まあ、大学選びの一つの指針にしてもらえればと思います。それからですね、我々の機械システム工学科は実学重視、実践的機械工学というのを皆さんに教えることを主眼としております。この辺は先ほど歴史の話をしましたけれども、まあ、100年にね、渡って教育をしてきた、まあ、我々の信念でもあります。で、3D CAD を教える大学っていうのはたくさんあると思うんですが、我々のとこは未だに手書きの製図とかも教えています。で、これは、機械エンジニアになった以上ですね、サラサラっと手書きで図面を描けるぐらいにならないと現場で通用しませんよということで、実際ですね、企業からも手書きの製図を続けてほしいという要望、そういったものに応えながら、カリキュラムを組んでいます。それから技術職員もですね、我々8人の技術スタッフがいます。これだけの技術スタッフがいる機械系学科というのも珍しいと思います。その技術スタッフが皆さんに丁寧にものづくりの基礎を教えてくれます。少し、校舎の端の方にですね、工場があるんですよね。今日よかったらそのあたりも見てほしいんですけれども、機械工場という工場がありまして、そういう工場を持っているというのもやはり伝統があるからです。新しい大学にはですね、こういう工場とかはないと多分思います。こういうのを持っているというのも我々の大きな強みです。それから、PBL 教育、プログラムベースラーニングといって、まあ、答えのない問題をグループで、ね、解決する、そういう教育もかなり力を入れてやっています。まあ、こういうことをやっている大学は他にもたくさんあると思いますけれども、僕らはですね、1年生の時には小さなプロジェクト、2年生になると1学期の半分を使ったプロジェクト、3年生になると1学期分使ったプロジェクト、そして4年生で1年をかけて卒業研究に取り組むというように、きちんとよく考えてですね、かなり充実した PBL 教育のカリキュラムを組んでいます。まあ、そういうところは意外に少ないんじゃないかなと思います。それともう一つ、複数指導教員による学生支援というのがあるんですが、皆さんが4年生になると卒業研究というのをやります。その時はある一人の先生についてですね、卒業研究をやるんですが、僕らのところでは卒業研究を実際に指導する主指導教員というふうに呼んでいますが、その先生の他に副指導教員というのをつけて、専門分野の異なる先生ですね、その先生のアドバイスも受けながら幅広い視野で、研究ができるように、そういう、これもなかなか他の大学ではない試みだと思いますけれども、そういった工夫をしてですね、皆さんを一流のエンジニアに育て上げるべく、カリキュラムを組んでおります。で、入学するにはですね、これは今日の朝の話でもあったと思いますけれども、いくつか、入り口がこうあります。で、中でも今日ちょっと皆さんに知ってほしいのは AO 入試3という制度です。 AO 入試3というのは、まあ、自己推薦で、センター試験を受けなければいけないんですけれども、
後期の、ね、試験を受けなくてもそれだけで通るという試験ですね。12月ぐらいにあるんですけれども、一般入試を受けるために、大学入試センターのセンター試験の勉強をするんでしたら、AO 入試3というのをですね、候補の一つとして考えてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。で、卒業後の進路ですけども、半分以上が大学院に進学します。就職希望者の内定率はここのところずっと 100% です。求人もですね、機械系だけに500件以上ですね、毎年来てますので、もう全くこの辺も心配することはありません。まあこういうふうにですね、まあ頑張ってる機械系の学科ですので、ぜひ皆さんの選択肢の一つとしてね、前向きに考えてほしいなというふうに思います。最後にこれは米沢城の昔の地図です。工学部がどこにあるかというと、ここに工学部があるんですね。で、隣には林泉寺、これも帰りに時間の余裕があったらぜひ行ってほしいんですけれども、直江兼続のお墓とかもあります。で、米沢市内、散策していただければと思いますけれども、お堀につながるですね、水路がたくさん張り巡らされたりしています。そういうですね、米沢藩時代の文化がですね、色濃く残るこの米沢、そして周りは美しい自然に囲まれたここ米沢でですね、一緒に未来の技術をですね、未来の機械技術を想像していきましょう。皆さんがとまた再びですね、このキャンパスでお会いできることを心待ちにしています。以上です。